久保さん、まあ確かにね、まあずっと妬みとか嫉妬だけでやっていくっていうのはちょっとしんどいですよね。だこれはまあ久保さんの言う通りね、あの最初のブーストアップですね、動機、最初のパワー、あの装飾、あのバーっていくときですね、うりゃーってやるときは、妬みとかト嫉妬でいいと思うんですよ。で、その後は、なんか、あの自分の中でビジョンというか、あの指針というか、なんか作、でもそれを作れなかったらきついな。 まあそういうのがあって、プラス他者還元ですよね。どこに喜びを感じるのかっていう、お客さんからのフィードバックに幸せを感じれる、喜びを感じれるってなったらいいと思いますね。なんか、うん、ずっと私が私が私だけのものってやったらしんどいので <laughs>、まあそれでやってる人もいるかもしれないですけども、うーん、多分ね、それだとね、限界なんですよ。幸せの限界ですね。 要は自分のこの幸せのメーターがあったとしたら自分の例えば欲求とかなんとか欲しいものとか全部金稼いで満たしたとしたら結局自分の中で限界なんですよねでもこの幸せを分けるっていうのは無限なんですよ、うん、であのその幸せを見て映画を映画って面白いじゃないですかだからその いろんな人の幸せのバロメーターを見て、いろんな人の幸せの映画を見ていく。そこに楽しみを見いだしていく。自分の映画っていうのはもう自分の人生っていうのは自分一本だけなんですよね。やり直し効かないですよ。タイムマシーンないしね。だけど他の人の人生ってい,いくらでも見れるんですよ。それを分け与えて教えたりとかして。そうすると変わりました。まあ久保さんのところにもね、総会塾に入って変わりましたと。人生変わりましたみたいな。まあ僕もそうですけど、まあそういうふうに言われると、 なんかその少しでもなんか役に立ったのかなみたいな,、うん、なんかその社会のためという大きいくくりではないかもしれないですけどまあ一人一人の人生の何かしらのきっかけ変わるきっかけになれたんだなと思ってそれはうん嬉しいですよねうんだから交流が深いだ久保さんもそうなんですけどやっぱ交流が深い人って何かがきっかけを変わったっていう久保さんもやっぱ変わったからじゃないですか 久保さんがもしネットビジネス入っていまだにね。借金まみれてあのまだ麻雀店やってますってなってたら多分この深い関係はっなってないですよ。ネットビジネスに出会って3年で1億行きました。家も買いました。変わりました。それもうそ,そのきっかけ何なの？スマホアプリ山口だよね。って、その山口をプロデュースしたの吉谷だみたいな <laughs>。なんかこういう関係性があるんですよね。 うん、だからまあ土台としては久保さんとの,のやり取りできる土台としてはやっぱ久保さん変わった久保さん自身が変わったってことですよね変わってなかったら多分このやり取りないので、うん、でもそういうまあ僕まあ僕もそうだし久保さんから見ると僕もそうですよね僕も最初裏方だったのに今起業して一人でやってっていう久保さんから見ると僕のストーリーですよねまあ面白いだろうし僕も久保さんのストーリー面白いしうん なんかまああのー、まあそういうふうにやっていくといいんじゃないかなとそう幸せの限界っていうのはう自分の中ではあるけどもなんだん他者をに目を向けるとね幸せに限界はないってことですね。いいってらっしゃい